いつは驚いた。あいつはグアチェロじゃねえか。こんなところで遭遇するなんて思わなかったぜ。知っているのか、ザパン。ああ、ガルガスタン軍の将軍の一人で強将として名を馳せた恐ろしい男さ。それだけじゃなく、バルバトスが掲げた民族浄化政策を推し進めた首謀者の一人でもある。こないだのスウォンジーで俺の隊は奴の騎士団にあっという間にやられちまったんだ。あいつはウォルスタ人と見ると危機として人間狩りを始めやがるんだ。悪いことは言わねえ。素通りさせた方が身のためだぜ。お前がデニムの姉カチュアだな。俺はお前のことを知っている。お前の愛しい弟デニムはもうお前のことなんて見てないぞ。あいつが見ているのは権力だけだ。権力を持てば世の中を良くできると考えている。だがな、人の心はそんな理屈じゃ動かない。すでに人心は公爵軍から離れているからな。本当にウォルスタのことを、バレリアのことを考えるなら、デニムの元を去るんだ。あんた誰？私のことを知ってるって、ちょっと、ううん、かなり気持ち悪いわよ。いや、ちょっと。何よ、言いたいことがあるならはっきり言いなさいよ。俺たちは貴族ども支配者層から民の意見を反映する自由な社会を目指している。そうさ、民が自由に意見を出し合い、全てを合議制で決める平等な社会を築きたいんだ。いい調子よ、さっさと続けなさいよ。公爵に尻尾を振るデニムは既得権益にしがみつくただの犬畜生に過ぎない。そんなゲス野郎と一緒に行動してどうなると言うんだ。君の目指す理想は違うだろう。私の願いはただ一つ、デニムと一緒にいたいだけ。それが叶うならバレリアがどうなろうと知ったことではないわ。姉さん、それを言っちゃ。待っていたぞ、ゴリアテのデニムよ。この俺様がここにいるとは思わなかっただろ。俺の名前はビンガム、殺戮王ビンガム様だ。俺様の前に立ち生き残った者は一人もいねえ。わざわざ俺が守っている方へ来るなんざ運が悪いぜ。恨むなら神様が自分にしてくれよな。なあおっさん、あの鳥野郎そんなに有名な傭兵なんだ。いや、聞いたことのねえ名前だな。殺戮王で有名なのはグアチャロ将軍だしな。金を釣り上げようと勝手に名乗ってるってことだ。ったく、傭兵の風上にも置けねえ鳥野郎だぜ。まあ、あいつの言ってることが本当だとしたら確かに目撃者はいねえよな。だって殺戮しちゃうんだからさ。あの鳥野郎をぶっ殺せばいいんだろ。そうすりゃただの嘘つきだってことが証明される。て、自分以外のホークマンのことは取り呼ばわりすんだな。クソ、やべえな。城内からの援軍はどうしたんだよ。なんだなんだ、何が殺戮王だ。点で弱っちいじゃねえか。なんだとこの鳥野郎。俺様に偉そうな口を叩くとはいい度胸だな。
てめえ、この俺を取り呼ばわりしやがって、その羽蒸してクッションにしてやるぞ。どっちもどっちだぜ。やれやれ。